源田法律事務所は弁護士だった頃の俺の古巣。所長の源田先生は親ともいえる存在の人で、神室町の住人にも長いこと頼りにされている。源田先生、あれ、お一人ですか？うん、沙織君たちは今裁判所に行ってる。よく働いてくれるよ、あの二人は。お邪魔します。ああ、この間のあの件、ぼったくりの。どうです、八神の仕事ぶりは。どんな案件でも全力投球するのがこいつの取り柄なんですよ。ええ、本当にとても助かってます。